の具合。見せて。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。本日の依頼、そう、ねじ込みロックができないんですよ。リューズのねじ込みロックができないとのことで依頼が来ました。まあチューブ、そしてリューズの交換になるんですが、一筋縄ではいきません。3235が入ってます。そう、見た感じは3135なんですが、3235と刻印されてます。あるあるですね。コピーではよくあるあるです。違うムーブメントに違う、ね、名前を刻印する、ありますね。そう、押し取りをきちんと押して、ではムーブメントを摘出していきましょう。このね、よくあるんですけど、クランプがないタイプ、クランプがないんですよ。ほら、これはね、まずね、回し込んでください。回し込む、まず締め込むんです。締め込んでね、こっちも締め込みます。あ、もう大丈夫だな。そしたらね、ここリューズの切り欠きに合わせますと、で取るんです。ほら、ちゃんとはまってねえな、こっち側だな。こっち側かちゃんとはまってないな。はまってる？あ、もうダメになってるね。どちらかがダメになってる。まあリューズ、そしてチューブ、どちらかがすり減っているんでしょう。まあどちらかすり減っているかわからないので、まあ両方交換しちゃいます。セットで交換しますのでね。エキストラクターを使って外していきましょう。で、ここのね、チューブの場合、かなり固着してる場合があるので、かなり強めに回さないと外れてこないです。なので、まあ、エキストラクターを使い、で、まあ、ペンチなんかでぐいぐい外していきましょう。ネジ式になってる場合は、このエキストラクター有効ですが、ネジ式じゃない場合もあるんです。まあ、それでもまあ、エキストラクター使って回してしまいますが、回してしまえば、まあ、ロック材やらボンドやらが切れて外れてくるんですけどね。今回はネジ式ですね。ネジ式でしたので外れてきました。そしたら新しいチューブに付け替えます。どうもこれはね、同じ感じでしたね。同じものがあったという感じなので、これを付けていきましょう。ネジロック材を塗布したら締め込んでいきましょう。で、まあリューズのサイズが合わない場合があります。要はケースの耳に当たって入らない、リューズ自体がでかすぎるという場合もありますので、必ず確認しましょう。あとは締め込んでいけばいいだけです。今回は非常に簡単なんですが、こうやってうまくいく場合はまあないですね。だいたい3割ぐらいですね、うまくいく確率というのは。というのも、ケース、コピーっていうのはケースが、いろんなケースが出てます。それに合うリューズっていうのが、まあ探すのが大変です。
なのでまあなんていうのかな、チューブそしてリューズに合わせて削っていったりしなきゃダメな作業も出てきます、合わない場合は。これがまた大変なんです。これがコピーなんですよね。ではリューズも交換していきましょう。リューズはもともとねついていたものを外します。そしてマキシンを入れ替えます。マキシンを入れ替えましょう。でこのリューズの長さが違ったりします。長さが違ったりする場合はカットする場合があったりします。はたまた短い場合もありますのでね、その辺は注意が必要です。ここもネジロック材を塗布しておきましょう。あまりがっちりつけなくてもいいです。がっちりつけすぎるとがっちりこう固定してしまうと今度外せなくなります。外せることも考えてあまりこの量を多くないように、ネジロック材のね量をそんなに多くないように注意しましょう。きっちりと固定してあげれば OK ですね。では最後にまたロックできるかどうか確認しておきます。大丈夫そうですね。大丈夫そうです。ではあと戻していくだけ、先ほどと同じ通りに戻していくだけですね。ムーブメント3235と目を打ってありますが、ああいった場合このなんていうのクロン系の場合クランプがないタイプもあります。クランプがないタイプもあるので、先ほども言った通りクランプの部分ですね、固定するネジを緩める場合で、ね、OK の場合もあります。なのでその逆手順で組んでいきましょう。先ほども言った通りですね、書き込みのところからそのビスですね、ビスを仕込んであげるような感じです。なので一旦このリューズの位置まで戻してあげて、でまたずらしてあげるといった作業が必要になります。これ結構こういったタイプあったりします。クローン系に多いですね。クローン系にこうやって止めるタイプですね、クランプで止めないタイプっていうのかな、それが結構ありますので、そちらマキシンをセットしましょう。この時点でリューズが飛び出たりする場合もあります。はたまた引っ込みすぎる場合もありますので、そうなるとマキシンの交換も必要になってきます。必ずチェックしておきましょう。そう、先ほども言いましたがクランプ止めに止まっているこのネジですね、ネジを緩めて押し付けて固定してあげるといった感じになります。よし、これだけです。これだけ緩めれば OK だから、うん、しっかり固定されましたね。今回はかなりスムーズでした。リューズそしてチューブの交換はなんていうのかな、合わない場合がほとんどです。ほとんどが合いません、ね、今回はかなりスムーズな感じでね交換できましたので、ほらきっちりねじ込みロックもできます。でまあここのパッキンにもシリコングリスを塗布しておいた方がいいですね。そこにもパッキンがあります。チューブの中にもパッキンがありますのでね、そこにもシリコングリスを塗布しておきましょう。うん、何度もこれを確認してあげてください。ゼンマイを巻くときにね、ねじ込みが始まってしまう場合も発生したりしますからね。では最後はパッキンを仕込んであげて完了になります。パッキンがあまりにも痛みが激しい場合は交換しておいた方がいいですね。シリコングリスをきっちり塗布してあげて、ムラ蓋を閉めれば完成となります。溝が掘ってあります。こういった場合は溝が掘ってる場合が多いですので、そこの溝にパッキンを仕込むような感じになります。ムラ蓋を閉める際は書き込む場合もあります。本当にかじる場合がありますので、相当に注意しながら回した方がいいです。特に中華製、特にかじります。本当にきっちりこのネジ山を合わせてあげて閉めることが大事です。うん、完璧だ。大丈夫そうですね。完璧でございます。
ということでですね、今日はリューズの修理ですね、修理依頼。リューズ結構まあこれ消耗品です、消耗品で、でまあネジ込みロックができない、まあまあよくある症状なんですが、今回はたまたますんなりはまりました。でね、これが本当にまた中華製の悪いところで、コピーの悪いところで、それをまあリューズと大体ねセットで買います。リューズチューブとセットで買えるんですけど、これがねまあ合わないんですよ。でまあで今回はチューブとケースぴったりこう合う感じのものでしたが、このチューブとケースが合わないのがたくさんあります。本当にたくさんあるので、そうなるともうね、タップを削ったりとかっていう風になります。すごく大変になります。そうすると修理費もかさみます、かなりかさみます。もう買った方がいいんじゃないみたいなそこまでじゃないけど、でもね、そこまでかさみます。要は穴を広げて、でタップを切ってあげてっていうことの作業も入ってくるので、かなり高くなるんですよ。そんなにかなりの時間もかかりますし、だから簡単にリューズの交換だけといっても、リューズそしてマキシン、リューズチューブの交換ですねといっても、場合によってはかなり高額になる場合もあります。これがコピーの悪いところです。簡単にね同じものが付けれるってわけじゃないんですよ。ケースが同じじゃないんですよね。要はケースも様々なケースがあるんです。コピーって本当にいろんなこのケースがありますから、それに合うのって見つけることはほぼ困難です。なのでまあチューブそしてリューズをセットで買うんですけど、それを買ってそれをケースに合わせるしかないんです。今回はたまたまうまくすんなり入りましたけど、合わない場合はもう悲惨なことになります。かなり大変ですから、これがまあコピーの世界ですからね。そういうそのリューズ一つね交換するにしても、こんだけのこのね労力がかかる場合がありますので、そうすると労力がかかるってことはかなり金額もかさむということなので、そこはかなり注意が必要ですね。これがまあコピーの世界ですから。まあすんなりいったけどね、今回ねすんなり、まあ、かなりすんなりいきましたね。でまあ今回はヨットマスターですね、ヨットマスター3235ってなってたけど、もうパッと見は3135か全然3135じゃろ。もうね刻印も刻印じゃないですよ、プリントだけでした、うん、まああれがまあコピーですからね、うん、あれがコピーですよ、うん、もう本当に3135じゃんと全然違う、プリントだけ書いてるだけ、その刻印のプリントだけ書いてるだけですから、まあこれ今回はまたね、まあひでえなと思って、ひどいよね、プリントだけ書いてさ変えるだったら別にいいじゃん、まあなんかなと思っちゃいますよね。これがコピーなんですよ、うん、要はねパッとに気づかなきゃいいだけと思ってますから、コピー作る側も。でまあ、今回はリューズとそしてチューブのね、作業にちょっと注視してみましたが、これがまあ合わなければ、先ほども言った通りにかなり大変な作業になります。まあよく合わないんですよ、これがよく合わない、そしてよく壊れます。結構なあれだね、壊れる頻度っていうのは高いです。リューズって本当に結構壊れて、まあ、オリジナルでも結構、まあ、リューズとかチューブ交換対象のやつ、オーバーホールした時にね交換対象になりますけど、それでもここまで壊れることはあんまりないですからね。やっぱりこの素材が悪いから、ねじ込んだ時に噛んだりするんですよ。噛んだりするとそのねじ山が欠けていく、どん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 そういったことが欠けて欠けて欠けて、手落ち前にはもうツルツルになってしまうということがよくあります。これは素材が悪いんですよ、素材が悪いからこういったことが起きます。これはまあコピーよくある症状ですから、それは覚悟しておいてもらった方がいいですね。これがコピーの悪さですからですってことだね。いやなんとか治ってよかったけど、治んない時もあるんですよ。本当に宿泊する時もありますから、そういった時はかなりの金額がかかるんだよね。これがコピーなんだよね。まあなんとか治せてよかったです。いや本当によかったけどね。でまあまあ、きちんとそのリューズ入れ替えるんですけど、ああいったところに必ずあれですね、ネジロック剤、まあ、つけといた方がいいね。あんまりガチガチに固めちゃうと今度ね取れなくなるんですよ。取れなくなったりするので、でこういったところは取れるように、ある程度取れるようにしておきたい。要は、ね、またこう作業するとき、壊れたときに交換するときって時に交換しやすいようにちょっと取りやすくしておきたい。
少し力を加えてあげれば取れるような状態にしておきたいというのは正直なところなので、あまりきっちりねネジロック剤とかはやらないようにしてます、うん、というのも取れるより取れる方が、取れないより取れる方がいいかな、うん、取れないとなると丸々交換になっちゃうのでね、そういったところにまたちょっと注意が必要ですのでね、ちょっとやる人はぜひ注意しながらやってみてくださいということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。